高島屋タイムズスクエアは東京都渋谷区千田谷に所在する百貨店や専門店などで構成される複合商業施設であり大手百貨店の高島屋が運営している住所は渋谷区だが新宿駅となという立地上新宿エリアに含まれる建物の正式名称はタイムズスクエアビルであり東急ハンズなど 高島屋に属さない専門店のテナントの所在地表記に使用される。百貨店である新宿高島屋を各店舗に東急ハンズやユニクロ、ニトリなどの専門店や木の国屋書店が手掛ける劇場、木の国屋サザンシアターで構成されている。もともと日本国有鉄道やマ貨物線沿いにあった新宿貨物駅や土地を日本国有鉄道生産事業団の子会社が 再開発して竣工した。現代的なデザインの建物が二棟並ぶ。1970年代に上越新幹線の東京側ターミナル候補地として新宿駅の名前が浮上し、この建物の地下にそのためのスペースが残っている。と言われることもあるが実際は地下4階まで機械式駐車場があり、リフトが30メートルほど下がりますとされていることから、 地下3階が想定される新幹線の導入空間の確保は困難である。数ある線路を越えた対岸には新宿サザンテラスがあり、連絡橋と新宿駅、南口沿いの甲州街道でつながっている。新宿通り直下にある東京メトロ丸の内線、都営地下鉄新宿線新宿三丁目駅とは離れているが2008年6月14日に開通した。 東京メトロ副都心線の同駅は、タイムズスクエアにほど近い明治通り直下に建設されたため150メートルほどの地下通路が設けられて、高島屋地下1階食料品売り場と接続している。1964年に完成した国鉄新宿駅ビルへの進出を押せなかった、高島屋にとって東京最大の繁華街である新宿進出は長年の悲願であった。 バブル景気時に、競合他社を超える条件を提示し、出店を果たした。他に、競争入札に参加したのは、伊勢丹、総合西部百貨店、丸井の4社である。競争入札を担当した東京都庁職員は、バランスを考慮して、高島屋に決まったと発言している。開業者年度の目標であった年商800億は、ほぼ達成したものの、その後売上が伸び悩み、 東口の伊勢丹や西口の小田急百貨店、京王百貨店と比べると当店は、新宿の人通りの中心からはやや離れたところに、位置し、百貨店激戦区の新宿エリアにある百貨店の中では最も売り上げが低い。さらに、年間50億から60億円と推測される高い、テナント量が利益を圧迫。2000年代後半には、 手芸品を扱う湯沢屋やカジュアル衣料品のユニクロなどのテナントを入れることで客層の拡大を試みるも2013年2月期まで赤字が続いていた。本館は高島屋を中核とし、東急ハンズなどのテナントが存在する。開業時におけるナコであった新宿ジョイポリスやアイマックスシアターは撤退し、それぞれベスト電気新宿高島屋店、映画館、 ヘアトルタイムズスクエアに衣替えしたが、共に2009年夏に閉館、閉店した。なお、同年11月1日、11階のベスト電気アートに、湯沢屋新宿高島屋タイムズスクエア店が出店したが、2016年11月6日をもって、同店は閉店している。湯沢屋アートには、東京では3店舗目となる空港型免税店の、 高島屋免税店シラ &ANV がオープンするも新型コロナウイルスの影響で2020年10月に閉店する予定となっている。また2010年1月6日には開業時から12階に出店していた HMV も閉店した。南館は本館から連絡通路によってつながっている。最上階は演劇ホール、木の国屋サザンシアター高島屋となっている。 なお南館は新宿駅より代々木駅の方が資金である。かつてはアネックスと呼ばれ、全館を木の国屋書店が沈借し、新宿並店を出店していたが、2016年8月7日に6階の洋書売り場であるブックス木の国屋東京都7階の木の国屋サザンシアターを残し、1階から5階の和書部門から撤退した。同年12月1日、 木の国や書店撤退部分に、ニトリが出店し、新宿高島屋タイムズスクエア店を開業した。高島屋タイムズスクエアの土地は、特殊法人日本国有鉄道生産事業団が、保有していた経緯から、効果的な土地処分を目的に、レール式東開発株式会社を設立し、同社の建設、保有物件とし、タイムズスクエアビル竣工後の1996年9月より、 年間賃料120億円で高島屋へ賃借していた。この賃料に関して賃貸借契約に3年ごとに12%を目標に増額するとの規定があったことから、レールシティ東開発が当初の契約に従った12%の賃料増額を求めたが、高島屋は逆に事情変更を理由にした16%の賃料減額を求めて両者は対立。 2003年に、高島屋が調停を申し立てたものの不調に終わり、訴訟になった。2006年3月24日に、東京地方裁判所は、借地借屋法32条1項の賃料、減額請求権が認められるとして、約4200万円の減額を認めた。その後、東急不動産が、匿名組合で、合同会社タイムズスクエアを設立し、2007年3月に、 同社が土地の一部と建物の所有権を取得していた。レールシティ東開発は主幹事業となるこの不動産を三菱 UFJ 新宅銀行に売却後大幅に事業を縮小し2009年3月をもって解散した。2013年12月26日、高島屋は高額な賃料削減などを目的にタイムズスクエアビルの土地と建物を取得すると発表した。 ビルの取得によって、次年度以降については、時代家賃を含む販売管理費が大幅に削減された。ありがとうございます。